ホワイトサンズは、アメリカ合衆国ニューメキシコ州、ドニャーアナ郡の国勢調査指定地域である。人口は、2000年の国勢調査現在で1323人で、ある。ホワイトサンズは、北緯32度23分3秒、整形106度29分52秒、北緯32.38427度、整形106.49778度、 32.38417-106.49778に位置する。標高線2 9 2メートル。ホワイトサンズミサイル実験場の敷地内南部にある、実験場の関係者の居住地域である。アメリカ国勢調査局によると、ホワイトサンズ CDP の総面積は8.0平方キロメートルであり、すべて陸地である。なお、 CDP の名前の由来にもなっている白い砂漠は712平方キロメートルの面積を持つ。これは日本の東京23区よりもさらに広い。2000年の国勢調査現在、ホワイトサンズ CDP には1323人432世帯355家族が暮らしている。人口密度は165.8人平方キロメートルである。 667戸の住宅が平均密度83.6戸、平方キロメートルで建っている。人種構成は白人71.43%、アフリカ系アメリカ人11.56%、ネイティブアメリカン0.98%、アジア系3.70%、太平洋諸島系0.08%、その他の人種6.27%、 根結5.97%である。人口の17.61%はヒスパニックまたはラテン系でもある。432世帯のうち56.0%が18歳未満の子供たちと同居しており、72.0%は同居夫婦である。6.9%は夫のいない女性が接待種であり、17.8%は非家族である。 すべての世帯の16.4%は単身世帯であるが、65歳以上の単身世帯はない。一世帯あたりの人数は3.06人、一家族あたりの人数は3.45人である。CDP の年齢構成は、18歳未満が37.3%、18歳から24歳が9.4%、25歳から44歳が39.7%、 45歳から64歳が13.0%、65歳以上が0.5%で、ある。平均年齢は、27歳である。女性100人当たり105.4人の男性がおり、18歳以上では、女性100人当たり103.7人の男性がいる。CDP の1世帯あたりの平均所得は43,500ドルで、あり。 一家族あたりの平均所得は47,750ドルである。男性の平均所得は4402ドルであり、女性の平均所得は21,250ドルである。CDP に住む国民一人あたりの平均所得は16,186ドルである。およそ1.5%の家族と2.6%の住民は貧困線以下である。 18歳未満の3.8%は貧困線以下の生活を送っているが、65歳以上では貧困線以下の生活を送っている者はいない。ホワイトサンズの白い砂漠、CDP の名前の由来にもなっている白い砂漠は、ニューメキシコ州、トゥラロサボンチの焼けるような太陽のもとに横たわり、その白い砂は、新雪のように輝いている。大部分の砂漠の砂と異なり、 ここの砂は石英ではなく柔らかく白亜質の石膏または硫酸カルシウムからなる。また石英を主成分とする砂と異なり表面の水分を素早く蒸発させ砂が太陽光を吸収せずに反射するため触っても熱くないという特徴がある。地表に現れた石膏の堆積物では世界最大のものである。石膏は 地球で見つかる最も一般的な無機化合物の一つであるが、水に溶けやすいため地表では滅多に見られない。この珍しい砂漠の起源はおよそ1億年前に遡り、その時は浅い海に覆われていた。その海が徐々に退いたため、塩湖が取り残され、その湖も最終的に太陽の熱で蒸発した。蒸発した後に残った。 古代の海底の厚い堆積物の中には、塩に加え、大量の石膏も残された。トゥラロサボンは、サクラメント山脈とサンアンドレス山脈の間にあり、約6500万年前に形になり始めた。近くの巨大な流域は、大地と石膏の堆積物を押し割り、空へと押し上げた。山脈から来る定期的な雨水と雪解け水は、 石膏が浸出する原因になり、濃厚な溶液が散腹を洗い流した。石膏の溶液は、トゥラロサ盆地で最も低い部分である、ルセロコに溜まった。湖の水は、蒸発によらない限り他へ逃げる方法がないため、水分が蒸発した後に結晶化した石膏、または、透明石膏の薄い層を残した。その後の風化がこれらの結晶を純粋な砂流にし、南西の風は、 盆地のより遠くに砂流を運び、砂はしばしば15メートルほどの急な砂丘に堆積する。風はさらに多くの砂丘を作り出すと同時に、砂丘そのものを一年に最高9メートルほど移動させている。砂丘のこの定常的な移動は、周囲の自然にアルカリ性の性格を加え、雨量が少ないことも加えて植物がここで成長することを困難にしている。US ギャザティアファイルズ。 2010,2000,&1990,United States Census Bureau,http://www.census.gov/.go/.gazetter/.gazet.html2011、e e、年4月23日閲覧ホワイトサンズ Geographic Names Information System U.S. Board on Geographic Names 2007年10月21日閲覧 Population and Housing Units 1970-1990Elia Measurements and Density 19901990Population and Housing Unit Counts United States アメリカ国勢調査局ピアニッシモ 515-2007年11月3日、閲覧。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー、http コロンスラッシュスラッシュ factfinder.census.gov2008 年1月31日、閲覧。ありがとうございます。